先日 JR 西日本よりウエストエクスプレス銀河避難コースについての詳細が発表されました。2020年末に避難コースの運行が発表された時、停車駅や運行ダイヤの予想した動画を投稿しているので、暇を持て余している方は答え合わせでご覧ください。今回は避難コースということで、京都府や大阪府の駅は集客目的だろうということで、メインステージは和歌山県です。運行を目前にした銀河の和歌山県内にある停車駅を和歌山県民の私がご紹介しましょう。立地や地域の情報などを知っていただければ避難コースが一層楽しくなるはずです。今回は県北部の和歌山駅と海南駅を紹介します。和歌山駅は下り矢後新宮行きと上り中高京都駅の両方が停車します。下りは23時42分到着の翌1時0分の発車となる1時間18分の停車です。夜食として地元名物和歌山ラーメンが提供されるようです。豚骨の効いたスープが魅力の和歌山ラーメンですから、お腹を空かせて楽しみにしていてください。東京とは違い、夜は眠る和歌山の街ですので、残念ながら到着する頃には多くの施設は閉店していると思います。上りの京都駅は4分の停車なので、降車目的の停車だと思われます。今回は昼間の様子を撮影してきました。駅舎は内装の大改装が行われ、和歌山ミオという駅中ショッピングセンターがオープンしています。隣接する近鉄百貨店が中高年層、和歌山ミオが若者を集客するということで、駅周辺は幅広い世代が集まり賑わう空間となっています。駅前にはバスのロータリーがあり、県北の各地へ向かうことができ、駅前の大通りでは観光名所である和歌山城に続いています。それでは駅を見ていきましょう。改札を入って目の前にあるのは1番線京都新大阪に向かう特急黒潮が停車するホームで、大阪環状線に直通する吉祥寺快速などもやってきます。和歌山駅は9番線まで用意されていますが、6番線がありません。5番線と7番線の間は中途半端に離れています。今は線路ごとなくなっていますが、この場所には木回し線がありました。和歌山駅は県下最大のターミナル駅で、大阪に向かう阪和線、御坊白浜に向かう紀の国線、南海電鉄と接続する和歌山市駅に向かう紀勢線、奈良に向かう和歌山線、南海から分裂した和歌山電鉄が乗り入れています。それでは次は海南駅を紹介します。海南駅は和歌山駅から4駅南にある駅で、全ての定期列車が停車する主要駅です。ウエストエクスプレス銀河は京都駅の上りのみ、19時33分から20時10分の約30分の停車です。伝統の漆塗りである紀州漆器や昔ながらの朱蝋を使用した工芸品が名産で、山が多く農業も盛んでお菓子発祥の地ということですが、怪しいところです。近年土地の開発が進み、和歌山県としてはかなり近代化しています。 IR 統合型リゾートの開発エリアもほど近く、これからが楽しみな地域です。駅中には地元製品の販売所があり、銀河が停車するときには営業時間を延長しているようです。紀の国線で唯一の高架駅で、その外観からティッシュ箱などと言われることがあります。駅前はバスやタクシーのターミナル、広場があり、商店街につながっています。駅前駐車場の土地を利用してルートインホテルの建設も始まっています。それではホームに向かいましょう。2面4線の構造で9両編成の列車が停車できます。普通列車、快速列車は基本4両編成で、ホームの屋根は4両分しかありません。海南駅に停車する特急黒潮は6両または9両編成で、一番南端の車両がグリーン車ということになっています。ですがそこには屋根がないという鬼のような構造です。1番線、2番線には和歌山向き、3番線、4番線は新宮向きのホームになっていますが、1番線には新宮向きで入線した時用の停止位置目標が設置されています。和歌山の方を見ると転線するためのポイントが設置されています。朝6時半ごろ、海南駅始発の特急黒潮が存在し、和歌山駅方面からポイントを通過して1番線に入線します。撮影時にはプレスリリースから2週間ほど経過していたので、少しは歓迎モードに乗っているかと思いましたが、和歌山駅でも海南駅でもウエストエクスプレス銀河が来るというようなポスターや案内表示は見当たりませんでした。この他の停車駅も巡っていきたいと思いますので、よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。